シアター D は東京都渋谷区にあったお笑いライブ専門の劇場である。1995年から2006年まではセンター街。以降は公園通り沿いに立地。管理はいずれもニュースタッフエージェンシー。シアター D の D は渋谷道頓堀劇場の道頓堀の頭文字に由来する。1995年1月。 東京都渋谷区宇田川町32の七地とセビル5階にオープン。お笑い芸人を抱えるニュースタッフプロダクションの系列企業、ニューススタッフエージェンシーの常設劇場であるが、所属を問わず貸し出しており、爆笑問題やネプチューン、スピードワゴン、ラーメンズなど数々の芸人が舞台を踏んだ。1998年、吉本工業運営の渋谷公園通り劇場が、 閉館すると、同劇場主催ライブ、渋谷新人計画が2006年の吉本ホール会館まで行われた。また当時は365日の運営を掲げ、小演劇劇団による公演も行われていた。ビルの取り壊しを理由に2006年5月7日をもって閉館。同日24時から、クロージングトークライブ、10年間ありがとう。そして、 これからもよろしくライブを開催した。シアター D2006 年5月15日、東京都渋谷区人南一の15の8引き出しのような家に4階に移転し、再オープン。次のスターを発掘できるライブハウスのコンセプトはそのままに、吉本ホール開館以後も、吉本は定期ライブ、出張無限ネタ、あやを主催。トゥインクルコーポレーション。 大田プロも主催ライブを定期的に開き、M-1 グランプリや R-1 グランプリなどの予選会場にもなった。2016年10月5日、劇場をこの場所で継続していくことが物理的に難しくなり、苦渋の決断として2016年秋の閉館がアナウンスされた2016年11月20日のトークライブザヒストリートーク最終夜からお持ち閉館。 もはや会話のネタに欠かせない。T のお笑い人気事情。渋谷経済新聞。2016年10月22日閲覧。センター街のお笑い劇場。シアター D が公園通りに移転。渋谷経済新聞。2016年10月22日閲覧。渋谷のお笑いライブハウス。シアター D が閉館。20年余りの歴史に幕を閉じる。 お笑いフェイブクリップ2016年,20年リ2016年10月22日閲覧渋谷シアターディ閉館20年の歴史に幕くお笑いナタリー2016年10月22日閲覧渋谷シアターディ閉館へ爆笑問題ネプチューンロバートなど多数排出のお笑い聖地ニフティーニュース2016年10月22日閲覧渋谷 シアターディ閉館、20年の歴史に沸く、お笑いナタリー。2016年10月22日へ閲覧。小沢、大の字、エレギ、青春詰まったシアターディーに、お別れ、またね、そうだね。お笑いナタリー。2016年11月21日へ閲覧。ありがとうございます。